体内に微生物や細菌が侵入するのを防ぐんです。麻酔の導入終わりました。では回復します。腹膜を切開します。佐々木さん、コヘル鉗子で私と交互に腹膜を持ち上げてください。腹腔内臓器と腹膜を離しながら切っていくんです。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。あった、かなり大きいな。佐々木さん、サブリ先生、生理的食塩水を。はい。私が。佐々木さんは下がっていてください。初めて内臓を見て平気でいろという方が無茶な話です。無神経でした。もう平気ですから。すいません、患者のために手術時間はできるだけ短くしてんです。次のためによく見ておいてください。今どうやって塞ぐんだか。胃の下にあるこの体毛という脂肪の網を使って塞ぎます。そんなことして平気なんですか。たくさんあるんで大丈夫なんですよ。このようなことをして死なぬとは。何のご用でしょうか。実はお聞きしたいことがありまして。それは一大事。伊藤先生にもお伝えせねば。おお、ちょっと待ってくれ。おお、すまんの。源先生、福田先生は。手術とやらは成功した。正確にはまだ成功したとは言えません。経過を見て奴隷を抜き抜傷するという処置が残ってます。うめいちゅうの。みなかた大名人。おいらん入りやす。はい。しかし先生は肝が据わってまんな。あんな中でよう淡々と手術を。サブリー先生こそ
初めて内臓を見た人間には思えませんでしたよ。え、あ、初めてじゃないんですか。はあ、まあ、サブリ殿、サブリ殿なんですが、殺されたジョローの部屋より見つかったと。入りますぞ。伊藤先生、医学所の一大事と聞きつけ老婆心ながら、ああ、私は隠居の身ゆえこちらで。もう一度聞く。このメスはお主のものであるな。しておりました。これをお読みください。その女郎の病を時々見ておりました。薬令もできぬ身の上ゆえ死後不明をし、それで払ったことにしてくれと。誓って殺めたりはしておりません。近所の女郎からも通が生前通いの医者に何かの形でお礼をしたいと漏らしておったという証言も得ておるが、こういう次第であったか。はい。遺体のそばに焼香した跡があったという、あれもお主か。はい。葬式を出すわけにはいきませんので、せめてと。しかし人殺しではなかったというものの、本来ふわけはお上に申し出た上で行うもの。さりとて取り立てておさたになるようなことでも、ご公儀の医学所の者が無断でふわけを行ったとあっては示しがつかん。誰かが責任を取らねばならぬということじゃ。そんな熱心な医者ならふわけなんて隠れていくらでもやってるやん。お前んか、まして墓荒らししたわけでもないのに咎め立てされるなんて聞いたこともまへんで。だいたいこうでもせんとふわけなんかできんでしょ。お上の許すふわけは一年に二つ三つですぜ。そんなもんでどうやって医術学べ言うんでっか。そんなんじゃいつまでたっても南方先生の神がかった医術に追いつくことなんかできやしまへんで。それでええんでっか。さて、どうしますかな。弟子の不明は私の不明。サブリともども身を引かせ。お花先生、私は医術のためにやったのでございます。国のため、道のため。お前の言う道とは自分のためだけの道や。道を開くというならば、お前は堂々と、ふわけはすべしと、そう叫ぶべきやったんやないか。そんなことやったって通るわけ。月北先生も、私も、人殺し出ていけと石のつぶてを投げつけられながら死闘という道を開いてきました。いや、この医学書も、月北先生らが死罪を投げ打って作ったもんや。道を開くということはな、自分だけの逃げ道を作ることやない。松本先生、玄北先生、残りましたる弟子と皆方先生をよろしくお願いいたします。分かっておる。お前の望みとあればいかな無理も叶えようぞ。ならば
あちきをお切りくださいなんし、さすれば大門を出て行けるでありんしょう。戯れでありんす。もし俺が医学書でペニシリンを作ったりしなければ、サブリ先生や尾形先生はこんなことになったんだろうか。水方先生。はい。あの、私でよければお話ししてくださいませんか。大したことはできぬと思いますが、先生のご事情も心得ております。物言わぬ写真とやらに問いかけるよりは。すいません、出過ぎたこと。違うんです、佐紀さんのおっしゃることはもっともだなって。向こうにいる時ももうずっと話さない相手に話しかけていたもんですから癖なんですね。いい大人が恥ずかしいです。すいません。確かに君に答えを求めることはできない。それに写真に写る君が良くなっていそうだからといって、今ここにいる人たちの明日を踏みにじっていいという理屈は成り立たない。これはおそらく俺の招いた歴史の混乱だ。辞めると申すのか。はい、以前サブリ先生に言ってしまったことを思い出したんです。医術を志すならまずは体を知れと。私が焚きつけたようなものです。ですからサブリ先生のことはお許しいただけないでしょうか。水方先生、奉行所の方には今回の件は私が元凶であったと申し出ます。得体の知れない私が先導したとなれば、医学書は責めを負うことはないでしょうし。確かにそれなら傷はつかぬが。ではそういう形で。いや、それはなりません。先生はここに残るべきです。それが国のため、道のためでございます。尾形先生がここにいらっしゃることこそが国のため、道のためです。予想ですが、放っておいても医療技術や薬は進化すると思います。分かりやすく利益になるものには人は皆飛びつきます。それはとても簡単なことです。ですが石を投げられ、資材を投げ打ってでも人を助けたいと願う意の心を伝えていくことはとても難しいことだと思います。ペニシリンはどうなるのでございますか。製造は尾形先生が続けてくださるそうです。先生、なんであんなこと、あんなこと聞いたことお前ね。
いいんですよ、私は何がどう映画じゃ。ここにおればその医術を広めることもいくらでもできるがじゃろ。それを嘘をつき有馬先生め